このデュアルセンスエッジワイヤレスコントローラーを企画するにあたって、我々はハイパフォーマンスなコントローラーとは何なんだろうというのを自問自答してきました。プロコントローラーのそのコアなバリューって何なんだろうっていうのを本当に自分に質問してですね。で、その中で我々がその、出した答えは、ユーザーを強くするコントローラーであると、今回定義付けました。いろいろプロゲーマーのインタビューとかをしていて、やっぱり人によってこだわって使いたいポイントが、ゲームタイトルによってもそうですし、個人ごとにも違いますので、そういったニーズにしっかり応えられるような広い、調整能力を持ったコントローラーが必要だと考えました。デュアルセンスエッジをデュアルセンスバイアスコントローラーと同じにですね、フォームファクターにするっていうのは、実はこのデュアルセンスエッジを作る時からですね、最初から決めてたことです。今回実はデュアルセンスワイヤレスコントローラーのポストモーテムも行いまして、でその時にユーザーさんから本当にたくさんのポジティブな意見をもらいまして、特にエルゴノミクス ものすごくみんな大好きだと言ってくれました。できるだけそのデュアルセンスと同じフォームファクターにしてくれっていう、リクエストをいただきました。全くデュアルセンスと同じサイズにしなきゃいけないので、その代わりそのいろんなフィーチャーがアドオンされるわけじゃないですか。だからその中身をエクステリアでもって抑え込むのがすごく難しかったですね。でそのプレイスタイルを選べるっていうのも一つ重要なファクターだと思ってます。もう手に馴染むっていうことと自分のプレイスタイルを作れるっていう、この2点がすごく重要だと思ってますね。今回スティックキャップ取り替えられますし、バックボタンも取り替えられますし、スティックモジュールごと変えられますし、ファンクションボタンもありますし、スティックキャップやバックボタンのバリエーションなんですけれども、あれは特に特定のゲームだったりを想定しているわけではなく、やはりそのプレイヤーの皆さんがどんなものを好み受け入れられていただけるかっていうことを念頭に置いて形を決めました。スティックキャップの形はデュアルショック4以降新しいコントローラーを作るたびに、どういった形がユーザーに求められているかっていうのをリサーチと、どういった形がいいですかっていう社内のユーザーテストっていうのもずっとこのエッジコントローラーの開発以前から定期的にやっているんですね。今回我々として正規にスティックキャップを取り替えられるようにして、ユーザーのリクエストの高いものをいくつかピックアップして採用しました。デュアルセンスの開発の頃からですね、バックボタンの検討って実はやってたんですけれども、その中で検討した形状っていうのがずっとハーフドームの形なんですね。でそれがですね、我々ですね、日本人にとってはですね、囲碁のですね、碁の形にすごく似てるんで囲碁だ。よく FPS をやるんですけれども、ジャンプとですね、武器チェンジですね。左が武器チェンジで右がジャンプかな。そんな形で今設定します。いろいろ設定はできると思うんですけども、主にそういったセッティングでやってます。スティックモジュールを交換できるっていうのが、長くお客さんにそのコントローラーを使っていただくっていうことで、かなり重要なポイントになっていると思います。交換はできるんだけども、プレイ中はしっかりフィックスされる通信の信頼性もメカニカルな安定性の、信頼性も非常に高いような構造っていうのを、メカもそうですし電気のコネクタ側も新規に設計し、ここまでのものを実現することができました。ファンクションボタンってPC のキーボードとかでは皆さんよく知ってると思うんですけども、やっぱコントローラーではなかった、ほとんどなかった機能になってまして、ファンクションボタンっていうアイデアが出るまではもう本当にそのたくさんの機能、そのボリュームを調整したりとか、ゲームをチャットを調整したりとか、プロファイルをスイッチしたりとかっていう機能をどうやってその実装するのかっていうのは、とても悩ましかったですね。もともとですね、プレイヤーの皆さんからセッティングをですね、プロファイルだったりオーディオの設定をですね、
ゲームのシーンによったりとか、まあ、いろんなコントローラーを使ってるシーンで、まあ、オーディオの音量をこう上げたり下げたりしたいなっていうのが割と個人的にもあったので、それがすぐにできるっていうのは、かなりいい機能かなというふうに思ってます。私みたいなプロじゃないライトのゲーマーでも、トリガーに関してはシチュエーションによっていろいろ自分が快適な状態にカスタマイズできるのがエッジコントローラーの魅力だと思います。ファイティングゲームの場合は速い反応が欲しいのでショートストロークのトリガーがいいですし、ドライビングゲームですとアクセルとブレーキの細かい調整とフィードバックが欲しいのでフルストロークが好みです。やっぱりコンセプトを考えに至るまでのプロセスっていうのが非常にエキサイティングな仕事でしたね。で、今回そのコンセプト、強くなりたい全ての人たち、 Stronger っていうコンセプトに至ったんですけども、そのプロセスが本当に面白かったですね。